三木町は、香川県の東部に位置する町である。高松市のベッドタウンとなっており、また、香川大学医学部並びに農学部を要する、三木キャンパスの学生街でもある。なお他の地域にある三木との区別から、さぬき三木と呼ばれる、ことがある。町域は南北に長く、北部の丘陵地、中央部の平野、南部の山間地域からなる。北と西と南西は、高松市、東は、さぬき市、 南東は徳島県三馬市と境を接する。北部から中南部にかけては高山山に水源を発する新川水系の流域で、南部は高東川流域、一部は吉野川流域となっている。香川県北郡の一町四、村が合併して、三木町が誕生。三木町の町名、三木は1五十四年の調整施行と同時に、公募によって制定されたもの、同時に、 立領時代以前より成立し1899年まで存在した三木軍に由来する、同地において長きにわたり親しまれた三木軍の名称を長命とし、その伝統を継承するとともに当時よりの平和号をさらに発展させるという意図のもと、同軍より名称を受け継いだものとされる。また、本来の三木の名は、佐抜国高松藩の知史である前三史に、 成実に記されている井戸地区公木の、室の大木、平木地区の、平木の大木、朝倉地区の、山椒の大木の、三大樹に由来する。前三子にはこう記される。井戸公木に、上古室の大木あり、その高さ数十畳、よってその地を高木といい、開に、平木の古木あり、よってその地を開きといい、朝倉に、山椒の大樹あり、朝日を遮ってその里暮らし、 よって、浅倉の里といい、浅倉山章というもこれによりいず、この幹あるをもって、幹軍といえり、長所は上記した、長名、幹の由来をもとに、漢字、幹を大事の形状に図案化したもの。町の大事のごとき発展を記念して1955年に制定されたものである。三木町の商業は主に中心地区となっている、開き地区、池戸地区、かぶせ地区、 井戸地区の近辺に集中しており、工業に関しては、以上に加えて高松東ファクトリーパークを要している、井上地区や郊外部である、ひかみ地区、田中地区などが担っている。農業に関しては、郊外産幹部となる、井上地区や蟹羽地区が担っておりまいや、いちご、アスパラガス、トマトなどを主要農産物としている、気象糖シロップ、黒潮の海水槽のアクリルパネルに、 2005年下季にサメウラダム枯渇による大火水が発生。計1万5000本にも及ぶ2リットルペットボトルが、七江町より、三木町に、義援のための友情の水として送られる。香川大学医学部附属病院病院、医院、編集保育園、編集幼稚園、編集小学校、編集中学校、編集高等学校、編集大学短期大学、三木町重要文化財。 現、池戸公民館。展示会場として、一般公開されている。高松市村町原との境にある手彫りトンネルで、三木群れ線の開通前に、三木町と、旧、れ町を結んでいたちょうど立石東線の北端に、位置する。佐ぬ三木インターチェンジ前にかかっている三木町、気象等誕生の町、看板三木郵便局注釈出店。ありがとうございます。